皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、今回もね、エフェクターの裏蓋ということでね、TC 楽器の佐野おじさんとですね、エフェクター万歳の、収録前の、ワイヤレスについてね、ペボジさんも使ってますけども、とってもいいのでね、そのあたりの話をね、TC 楽器の佐野おじさんとね、ちょっと話しております。それでは本日も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。でも自分もこの間、そのボスコンで WL-60 っていうの入れたんだけど、やっぱスタジオ入るとめちゃくちゃいいんですよ。もうやっぱケーブルレスってもう本当にフリーなんで、ケーブルないだけでだ家でも弾いてる時とかも、冷蔵庫とか行けちゃうんですよ。喉が痛いとか言って今からその良さはあるんで、だからね、ちょっと TC 楽器でワイヤレスを試してみたみたいな、店頭で。なんか入り口からこう引いて入ってくる。あ、でも入ってくるとやりますよ、俺。遠く行って。あ、遠く行って。ああ、そうそう。あ、大丈夫大丈夫。動作確認動作確認。それはまたいだでしょ。そうだからね、ワイヤレスはなんかね、意外に良さが分かってないのかなと。だから台数が俺はそもそもそんな出てないんじゃないかなと思ってるんですよ、出荷台数が。ライン6とかね。